階段アミーゴ。なんかお互いやってたの。あの子、あの子知ってる、知ってる。あ、よかったです。これね、本当俺でよかったよ。はい。純忘れてるもん。マジで純って忘れんのよ。俺は覚えてるよ。この間夏にフジテレビさんの番組で、うん、伊藤さんに怖い話させていただいたんですけど、うん、あ、絶対覚えてる。あ、覚えてないですか。一番怖いんだから、じゃあ。あ、本当ですか。あ、むしろその時にこれでオチがこうだったら怖いですねって伊藤さんに言っていただいて、うん、あ、それいいっすねって言ったら開けますよっていただきました。純から物もらったの。いや、こういうオチですか。終わりで、終わり。純から物もらったら終わり。はい、聞いてくれる。はい、純、この間結婚したのよ。はい、去年、はいはいはい、奥さん綺麗なね、そうですね、はい、方で、はい、結婚するっつって電話かかってきてさ、結婚式やるからっていう電話だったの、はい、おー、そうか、まあめでたいことは何かあってもいいね、まあ、前回もあったけども、まあ、また今度も結婚式やるかな、ちょっとお願いんだけど、もう何でもやるよ、お祝いコメントの V 送ってって、俺呼ばれねえんだ。俺結婚式呼ばれねえんだと思った。怖いって。俺怖いと思った。まあまあ、だからコロナ禍でもあるし、2回目の結婚だからあんまり大々的にみんな集めてじゃなくて、伊藤だけと相手のご家族と家族だけでやるからとは言うんだけど。家族じゃなかったんだ。俺は家族じゃなかったんだとは思ったね。どう？この怖い話いける？はい、いけます。いけるか？